アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは群雄割拠、選択君主は李鶴。第7回を始めさせていただきます。前回は劉表最後の拠点蔡宗を陥落させ、劉表軍の人材をまるっといただいたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。お、大活を受けた。ただ包囲攻撃で一気に倒していく。よし、捕らえただろう。よし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 、世話になる。共に行こう。玄八花さんもね、できれば仲間にしたいとこですね。よろしくお願いいたします。いやー、ご確認ください。これで旧流氷量はほぼほぼ手に入れましたね。手に入れられなかったのは永安ぐらいかな。なのでこちら、うん、京蘇制覇して、そして領州の一部蔡宗を手に入れたっていうところですね。蔡宗がちょっと出っ張った位置にあるので、そういう意味じゃ防衛戦をしっかりしないといけないですね。で、あと姿勢だ。もうここ陣地一つ開けて、でこちら先住開始はいいんだけど、あ、先住開始がまだもう一個ある。これいいですね。で、あとは水軍育成。これで、レベル10、水軍に、老船になりますね。で、あとはできることは、奉仕強化レベル10にしてるんだよな。もっと優秀なのはないか。で、眼光もレベル10になりますね。これは嬉しいな。やってやろう。さて、それでは周囲の状況を見ていきましょう。曹操軍は人材が強いんだけれども、もう南北に3都市持ってるだけになってますね。中帝国は今度は高陵とか攻めてますね。で、あとはこちら巨匠。巨匠は中帝国炎術が取ったり炎章が取ったりを繰り返してますね。っていうか炎章がやっぱり情けないんだよな。これ同盟考えなきゃいけないな。ちょっと今何ヶ月あと14ヶ月か。ちょっとこれはもう破棄ですね。で、長老が常陽にへばりついてるので、ちょっとこちら常陽はとりあえず取っていきたいですね。そうすると武将が手に入る。まあ人材的にはそんなに魅力的な人材はまあ数少ないですけど、武将の数としてはね、結構いますからね。何人いる ?12 人か。一都市で12人ね、取れればね、すごくいいですよね。で、あとこちら。武漢に攻め込んでいると、関羽たちが。これは縁落ちるかもしれないですね。こんなところ、奉仕の助攻を出したって全く意味がないですからね。なので、次の我らの標的は、常陽。長老軍ですね。なので兵をね、ちょっとね、北に集めましょう。それでは上陽に向けて進軍してみましょう。5万全軍出せばなんとかなるだろう。今考えられる最強メンバーは趙燕、高中、関寧、この3人だよな。ということはこの3人は兄弟にしていきましょう。関寧、そして高中、さらに趙燕さん、義兄弟、契りを結んでもらいましょう。いやさーて、これで出撃しましょう。関寧、高中、趙燕で候補数がやはりいつも通り勝者でいくと。いや、だったら李鶴さん出しましょうよ。李鶴さんだって勝者使えるんだから、先鋒使えないけど。で、金浦教習、連動。いや、ここは金浦教習だけでいいでしょう。で、甲州は新旧ですね。で、長英は九州と。これだけでいいでしょう。で、兵士最大。で、残り兵士7000。ってことは、あと1人ぐらい使えますね。そしたら、長州さんだな。で、兵士最大と。
いいんじゃないの。これでいきましょう。で、長円が失踪持ちを生かしてこちらこの歩まで行って、できれば西条の歩まで行きましょう。で、李鶴はここまでで進軍で、関寧、甲州、長州はここまで進軍、これでいいでしょう。我に続け。あー、せっかく長円がな、でも失踪持ちだから一気に行かせたいんですよね。甲州と関寧の兄弟の親愛効果でどれぐらい 2人だけ、いや本当は長円とも組ませたい、トリオで行かせたいところですけどね。では上京に向けて進軍開始です。上京お金なくなってない？大丈夫、7000ぐらいありますね。よし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 、レベル10の奉仕で老戦なので早いですね。ご確認ください。では上用周り見ていきましょう。上用から出てくるかどうかですね。いやでもこれはやっぱり兄弟で組ませた方がいいよな。報告いたします。何か用か。長州さんでやっぱりこちら行かせましょう。長州さんでこちら、本当は任せてくれ、本当は失踪持ちがいいんだけど、だこの三兄弟はこの歩を抑え、ここに建設陣立てましょう。さてそれでは進めていきましょう。上陽から出てくる可能性が高いですからね。そうなるとやっぱり親愛効果を持っている方々で行かせたいですね。で陣を建設し始めたと。聞いてください。さてそれでは進めていきましょう。上陽から出てくるだろう。出てこないか。なんかアップデートかなんかで変わったのかな。なんか全然出てこないな。ご確認ください。そしたら関寧がここまで行って、甲冑がここまで行きましょう。任せろ。で李鶴はちょっとね陣の後ろに控えておきましょう。任せてもらおう。であとは長州さんが奪ってくれるのを待つだけですね。報酬配れる方は特にいないので進めていきましょう。あとは上陽から出てくるか。なぜ出てこない。このままじゃむざむざやられるのを待つだけだぞ。ご確認ください。3人の親愛効果でかなり強くなってますからね。1500と、であと少なくとも長州がこの歩を奪ってから上陽に進行したいとこですね。では進めましょう。油断してると出てくる可能性はあるからな。出てこないか。で上陽には7000入った。また出していきましょうかね。で1万2000入りますね。聞いてください。効果に対して中帝国が進軍中。この1万2000効果に振り分けよう。心得ました。で上陽から出撃です。7000程度だったら調査、防衛の部隊出したいな。移動で効果各市調査、奉仕使える方で行かせたいから、あとは候補数だな。候補数も行かせたいですね。で奉仕使える方で、まあでもこの3人ぐらいか。将軍級行かせましょう。参ろう。
まあ確かにね、効果がね一番手薄でしたからね。さてそれでは状況もあり、まず出てくるか見ていきましょう。出てこないですね。で効果、本当にこれこの1万程度で進軍してくるのかな。この符を奪って帰っていくだけのような気がしますけどね。報告いたします。確か宝生さんいますからね。眼光使えるからな。確か宝生眼光使えたよな。眼光使えますね。あとはこの兵1万2000が入ればってところかな。そうだ、輸送隊、後方改革じゃなくて輸送隊、運搬開発レベル5、レベル上げて、で運搬開発はレベル4、馬隊さんがレベル4ですね。こちらやっていきましょう。承知した。これで少しは足が速くなりますね、輸送隊が。では進めていきましょう。長州さんがどんどん奪っていくのを、こちらあと2ターンかな、次のターンだな。報告いたします。いやーでも常用からちょっとやっぱり野戦隊出すか。賀来さんせっかく呼びましたからね。眼光かな、いや砲炎かな。うん、砲炎ですね。一騎打ちに巻き込まれないように砲炎で8700出しましょう。でここまで進軍しましょう。出陣する、行くぞ。さてそれでは進めていきましょう。じっくりじっくりね、焦らず戦いましょう。よし、この歩も奪った。あとはこの西条の歩ですね。ここが切れそうなのが嫌なんだよな。なんだ、長円さんがここに行ってまた戻ってくるっていう、平坦をつなぐ役割をちょっとね担いましょうかね。やろう。で報酬配れる方特にいないと。で賀来さんも来ていると。では進めていきましょう。あ、そうだ、ロコにじゃない、効果、効果に攻め寄せてる軍は引いてますね。本当何をやりたいんだろうな。さてさて、ではちょっとこちら常用周り見ていきましょう。で長円さんが動いて新しい兵団をつなごうとしてくれてると。ちょっとでもね時間稼ぎしたいですね。ご確認ください。おこちら取ってここまで行ってこのように戻りましょうかね。承知。で二角はもう一歩進みましょう。任せてもらおう。で角はもうすぐで着きますね。では進めていきます。上与の内政官がいますからね。長路が担当してるのか。そのおかげでね兵団がね切れる恐れがありますからね。お、上与、あ、武良か、中規模武良なんか全然ね戦乱に巻き込まれてないからね。それは規模上がりますよね。で周囲の軍は特に動きがないと。で今回28000、まあ、2万台いればとりあえずなんとかなるだろう。うわー、こう見ると上与って山に囲まれてますね。夏なんて暑くて仕方ないでしょうね。はい、それでは常用周り見ていきましょう。あとは西条ん出てきた、ついに出てきたか。ただこのタイミングか、タイミング違うんじゃないか。何が起きた。天下一の弓、タクト味わえ。よし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 。ただ一体だけに対して6000か。何だと。いいじゃないの。行きます。兵団を切ってるつもりなのかな、これで。ご確認ください。長英をヒットライターってことは一番強いやつをヒットライターってことですからね。そしたら
長円はこの部隊を攻撃、いや3体で動かしたいから、ここに進軍、ここに進軍、ここに進軍、いや長円はここで耐えてるな。では進めていきましょう。一歩ずつね、少しスライドしましょう。よし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 、リカ子をね守らないと。お、甲冑が長期打ち、これかわいそうだな、絶対勝てるわけないじゃん。では飛ばしていきましょう。こんなものよ。いやー、安心感あって一騎打ち見れるな、やっぱ90以上あると。お、しかも捕らえてくれましたね。千番が結構強いですね。一歩も移動させてもらえてないっていうね。千番倒してからちょっと突っ込みたいですね。では進めていきましょう。でこちら西条落とすのももう少しと。で用心が長円に窮地、用心そんな強くないだろ。あー、ただ3しか違わない。どっちが上か教えてやる。震えてないで出てこい。いやー、これは負ける可能性あるぞ、頼むぞ勝ってくれよ。よし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 、互角に打ち合ってるうちは勝てる。嘘でしょ、負けたとは。死者が面会を望んでいます。まあ返していきましょう、どうせ我らのものになるんだ。でこちら、よし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 、一気に倒しましたね。であとは1000番倒せば終わりだ。よし倒した、よしよしよし、いいんじゃないの。聞いてください。さーて、それでは西条も落としますし、一気に行きましょう。呼びましたか。いやー、核がね、先方入れてくれればもっと楽に勝てたんだけどな。任せろ。で関根がこちら、分かった。で松園さんは失踪を生かしてこのように攻撃。で李覚はこちらで攻撃と。任せて、これでいいでしょう。であと周囲に特に動きはないですね。さーて、常用戦見ていきましょう。やっぱり3兄弟にしといてよかったな、3万相手に結構優勢に進めたのは。よしよし、いいんじゃないので、李覚も次でつきますね。で包囲占領発生と、素晴らしい。聞いてください。では一気に常用への攻撃を見ていきましょう。よしよしよしよ、李覚の1万5000勝者で長老軍が死者、もちろん返していきましょう。お金に変えとくべきですからね、ここはね。はい、耐久値半分、これはいけますね確実に。で耐久値が1/4、このターンに落ちるかな。うん、このターンに落ちますね。ああ、長円がしかし壊滅、指揮不足か。よし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 、これで常用が陥落で孫策の望みも達成できましたと。さっき外交感情もね上昇したって出てましたからね。では全員登用していきましょう。よろしくお願いいたします。では捕虜になってもらいましょう。よしよしよし、画像レベル5で調査が中規模かな。いやー、まだようやく中規模か。報告いたします。いかがだったでしょうか。常用を攻略することに成功いたしました。
しかし、まあ常陽からね、まあどのタイミングで出撃があるかなと思ったんですけど、結構謎でしたね。少なくとも核が合流する前に攻め込んでくれば、まあ本当に3兄弟だけで迎え撃たなきゃいけなかったんで、かなり長老軍ももう少しね、いい戦いをね、まあ繰り広げることができたんじゃないかと思いますが、まあ核まで来ちゃったところでね、まあ出撃されてもね、まあなかなか包囲攻撃もうまくいかないでしょうし、ちょっとタイミング誤ったんじゃないかなと思いますね。ちょっと敵 AI の考えることは本当によくわかりませんね。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。